バー孝一は、日本の裁判官、弁護士。東京地方裁判所所長代行や、東京高等裁判所武装活判事を経て、森、浜田松本法律事務所客員弁護士、法務省司法試験交際委員。1972年中央大学法学部、法律学科卒業。司法修集を経て、1979年、東京地方裁判所判事部任官。 1982年、釧路地方裁判所、帯広支部判事法1984年、最高裁判所事務、総局民事局付。1986年、東京地方裁判所判事法1987年、千葉地方裁判所判事法1990年、広島高等裁判所判事、職務代行。1993年、最高裁判所、 司法研修所教官。1994年法務省司法試験交際委員。1997年東京地方裁判所判事。1999年東京地方裁判所部、総括判事。2008年法務省法制審議会委員。2009年東京地方裁判所部総括判事所長、代行。2010年熊本地方裁判所長。 2012年東京高等裁判所部総括判事。2014年定年退官、東京弁護士会弁護士登録、森、浜田松本法律事務所客員弁護士。2016年法務省司法試験交際委員、筑波大学法科大学院有識者会議員。2019年には KYB 外部、調査委員会委員長として、免震装置のデータ改ざん問題の調査に当たった。 同年アドバンテスト取締役監査党委員。2020年富士通補欠監査役。2021年春の叙勲で、随法、重光明受賞。ありがとうございます。